どうぞ。じゃあもうしばらくして、あ、はい、お願いします。ありがとうございます。あそこのところ桜も咲くし。あ、そうですね。もうそろそろしたあれですよね。ここ白尾線がね、木の山駅でいろいろ電車をね。ああ、なんかあれですよね。うん、そうそう。皆さんね、関西方面の方からもね、あのいろいろなあれで今回。あれですよね。スーパーヤクモとか。そうそう、はい、というわけでごちそうさまでした。国道180号線沿いにあるね、お店、なかなかこれ外から見たら真っ暗でどんな感じなのかなと思ったんですけど、結構おかみさんもすごい丁寧な、ね、方で、お客さんも本当に落ち着いた、ね、感じで、飲まれてる、まあ、飲食されてる感じで、皆さんぜひ行ってみてください。すごいおすすめです。旅の途中にどうぞ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。